FM802 からお送りしていますアトリート。さあ今日この時間はこの方をお迎えしました。では声を聞かせてください。はい、こんにちは、古谷健二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お昼時にお会いできて、12時台ですけど、すいません、ちょっとハスキーすぎますけども。そんなことないですよ、お昼には。そんなことないです。まあ今みんなお昼ご飯食べてる時間だとは思うんですが、うん、え、古谷さんレコーディング中とかよく食べたお昼ご飯何でした？俺あの歌う前一食もしないです。あ、そうなんですか。はい、ライブが8時だったらそれまで食べないです、うん、何も。朝から。はい、まあ朝起きてフルーツとか野菜ぐらいは食ったとしても、うん、入れないですね、ほとんど。それであのライブできちゃうんですね。なんかね、自分はあまり反響物がない方が好きな、うん、あの好きな感じ。いやー、なんかストイックさもあるけど、まあ、体が好みなんですよね、多分その方がね。そうです、ね、あの声が、うん、何かに反響してる感じがしないという、面白いですね、うん、ということで、あのライブ前だとすると、このくらいの時間は何も食べない、はい、古谷さんです。食べない古谷さんですけど、プロテイン、それは入れる。それは入れる。あ、それは入れる、うん、なるほどな、うん、そして、まあ、プロテインも入りながらですね、はい、明日10月17日にソロ2枚目のアルバム「ザ・ペンデュラム」がリリースになります、はい、3年4ヶ月ぶりになりますが、うん、じっくり向き合えた作品ですか、3年4ヶ月。いや、こうもうバンド人生で一番時間的縛りは強かった。ああ、そう、うん、だから、うん、もちろんこう濃厚な限られた時間だけど、うん、すごいこう自分自身と膝つき合わせてっていう瞬間だったけど、でもあの物理的な時間は本当に短い時間でガッと集中してって感じです。週2日、うん、ドラゴンで現場行って、うん、で移動も込みで、まあ、3日ぐらいか、うん、だから週4日、あとの4日をもうずっと自分のスタジオでひたすら作ってる。うーん、それの繰り返しがラッシュボールの次の次の日か、うん、ラッシュボールの2日後に最後の歌入れして終わったって感じ。めっちゃギリギリまでやってたんですね。クソ最近こないだじゃないですか。マジで。え、そうなんだ。いやー、そんな出来たてホヤホヤだとは知らなかったけれど、はい、本当にあの生命力みたいなものがもう聴いてるとお腹の底からじわじわと湧いてくるような作品だなというふうに聞かせていただいたんですけれども、はい、あの今作も作詞作曲アレンジで楽器の演奏もほぼ全て、はい、あの本とかはね入っていらっしゃいますけど、うん、ほぼ全て本当にご自身でされていて、うん、まあ今おっしゃったみたいに自分と向き合うそういう作業だったんだと思うし、今回音楽をこう作っていく制作の楽しさみたいのが、うん、だからさらに幅広くなったんじゃないかなってちょっと思ったんですよね、うんうん、いかがでした？こういろんなことを切り離して、うん、こうコンセプトをシンプルにして、その上で長く、だからこそ長く続けられるっていうバンドだと思う、ドラゴンアッシュはね、はい、そのシンプルで強い光を放っていきたい、うん、またそれを見てほしいと思うんですけど、うん、同時にそのシンプルでどんどん切り離して削ぎ落とすからこそ、削がれてこぼれ落ちていく、それでも自分は好きなアイデアとか感性みたいなのは多々あるので、それでこう足の踏み場がなくなって一歩も動けないから、これは自分で拾い集めて形にしないとっていうのでソロは始めてるんですよね。今回はあのそれからライブもいっぱい重ねて、かつ同じメンバーでトラも立てずにね、ほぼバンドと言っても差し支えないグルーヴで人前に出させてもらってるって機会を通過してるから、もう少しこう誰かに届けるとか聞いてもらいたいっていう気持ちが前より強いから、表現の幅が広がったってよりはその他者に心を開いてるんだよな、その自分を理解してもらいたいとか、なるほど、音楽的共感を得たいっていう気持ちが前よりは全然強いと。そうですね、うん、音楽的欲求が変わってるってことですもんね。そう、それってね、そうかな、うん、面白いな。じゃあ一曲まずお送りしようと思います、はいはい、あのね、これ大丈夫だってでっかい声で言われてるようで、はあ、みなぎりました。この曲は曲紹介お願いしていいですか？はい、聴いてください。 Where You Are アップビート。今日この時間のゲストは古谷健二さんです。ニューアルバム The Pendulum から Where You Are お送りしました、うん、これすごい疑問なんですよ。曲の種みたいな時点で、うん、あ、これはソロだなとか、うん、これはバンドだなとか直感的になんか分かるもん、うん、あるもんなんですか？いや、もう触る楽器が全然違うから。あ、ってことか、うん、なるほどな。別にそこのだからかなり意識して切り替えるとか、そういうのとかは一切必要ない。だからむしろその
例えばライブで板の上乗るのって、うん、ある程度集中してから、うん、もちろん上がってるし、はい、木の実木のまま行ってるわけじゃないですね。おはようございますはいではないで上がってるし、うん、であの大きな音とか歓声とかこう何かを待ってこうふつ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 してるこう、うん、ピットとか見たら、うん、勝手にやっぱスイッチ入るんですよ。なるほど。大好きなことだし、ね、うん、だけどそのこう歓喜の渦から一人っきりになってスタジオで誰もいない防音壁の中にいて、うん、作曲に向き合うっていうのはすごい切り替えづらい。あ、逆にそっちは、うん、そっちの方がなんかバカらしくなっちゃう。何やってんだろうみたいな。そう、もうライブだけやってりゃ楽しいわけだから。ああ、なるほどな、うん、確かに、うん、ポカンっていう感じになるのかな。ポカンって感じになっちゃう、うん、いや本当にあのドラゴン衆はこうライブ至上だと思うんですけれど、うん、まあでもそれはそれでまた今回はソロっていう中では、まあ、ソロの欲求ってもあるっていうのもよく分かったんですけど、うんうん、やっぱりね私あのこれはあのごめんなさい、ドラゴン衆に関しても古谷さんのソロに関しても思うのはこう音楽を信じているっていう感じがライブ見ててもすごい伝わってきて、うん、このあれですよ、ラッシュボールの、うん、ビバラレボリューションの前かな、音楽を春日井に生きていきましょうって、うん、古谷さんおっしゃって曲が始まったんですけど、うんうん、まあ案の定号泣だったんですけどもうすぐなんかもう、じゃあ俺たちは本当の意味で春日井に生きてるじゃん。だっていやまあね、そうなんです、私もそうだし、うんうんうん、だけどそうじゃなくてもこんな音楽好きで、あのモシピットにぎゅうぎゅうにもうキュッキュした顔をしているお客さんの顔を見たら、うんうん、そらもう、うん、スイッチどころじゃない、うん、何かがね、もう多少の苦悩とか苦労なんてさ、あの顔見たら安いもんだって思うよね。うん、多分そうだと思うな。この人たちに音楽をできるだけ届けようって言ってさ、うん、ラジオ流してる人もいるだろうし、うん、曲作ってるやつもいるだろうし、うん、あの顔で全部現れるよ ね、 ね、浄化されるんですけど、うん、もう泣き笑いみたいなね、うん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 、あの顔。音楽が好きなのはもう変わらないでしょ、うん、多分その目が開かなくなる時まで音楽が好きだと思うけど、うん、創作欲求とか、うん、この何かを渇望するこのエネルギーが、うん、老いとともに減退していくのか、うんうん、それは変わらずずっとあるものなのかはちょっと謎だよね。分かんないですね、うん、でも何でもバンドマンとか役者とかこの仕事って遊びだから、うん、なんかお遊戯とか合唱でもさ、うん、ろくに漢字も書けないガキがさやれるわけじゃんか。そうですね、幼稚園生踊れたり歌えたりね、うん、それでさ死ぬ間際まで板の上乗ってる70歳、うん、80歳ぐらいの現役のバンドマンもいらっしゃるわけだから、そうですね、ってことはもうちょっとやそっとでたどり着けない頂きみたいなのはもう 100% あるんだと思うんだよね、うん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 、だから俺はもうバンド歴21年ぐらいですけど、まだ21年ぐらいじゃそんなんつうの、まだまだそんなことそう考える必要全然ないっていうかうん、うん、ブラフマンあたりが解散してからでも遅くはない、うん、人の名前出さないよねそう勝手にね、ブラフマンもうめっちゃ来ますからうちの番組、トシローさんがすぐやめてほしい、もうなんですぐやめてほしい、なんでなんか全然威張れない21年やってんのに全然威張れない、もう明日にでもやめてほしい、近いとこにね、うん、兄ちゃんがいるとね、うん、ラッシュボールの時にはね筋肉三兄弟の出てましたね、出てましたね、ちょっと俺が生き死にの話しだしたら罰が悪くてスウェーで下がってきましたからねマジで、はいなんだ、あの一応あの細見さんと敏郎さんと、はい、古谷さんがね、はい、大中小大中小じゃあ違う松竹梅、松竹梅、松竹梅大中小とも言われてた、あ言われてたんです、もう3人は若手のバンドマンにひそひそ話でバカにされてるんですよ、なんなことないじゃん、恐れられてるでしょ、はい、出たまた脱いでるぞみたいな写真撮ってるぞ、おじさんがじゃれ合ってんの出たもうねその仲間感が本当なんか、まあね楽屋とかたまにこうお邪魔するともう仲いいなと思いながら、なんかねすっごい端の方にね楽屋もくっつけられてたんですよね、そうですね確かに、モノブラフドラゴンっていうシャワールームの前にその3つの楽屋がねこうコの字型に並んでいて誰もシャワー浴びないっていうこれなんなんすってマジですか、誰もシャワー浴びなかったんだ、そうそうんラッシュボール、いやー近づけなかったんだね、いやいやでもそうやってこう高め合って高め合ってね、これから先もつながっていくんだろうなとは思います、うん、できればねそれが素晴らしいですよね、うん、ついていきますんでよろしくお願いします、お願いします、お願いします。
そしてもう早速なんですけども、来週はもうツアーで大阪に。そうです、そうです、そうですね。フレアケンジファーストライブツアーザ・ペンデュラム、10月23日火曜日梅田クラブクアトロ、チケットはもちろんクアトロもソールドアウトです。すいませんすいませんねえ、次は大きいとこでもねお待ちしてますが、今回 KJ アンザレーベンズとして名優たちと共に、うん、まあさっきね、うん、おっしゃってたみたいに本当にバンドみたくもうなってるっていう、うん、メンバーと一緒にライブということで、まあアルバムの曲をじっくり堪能させていただきたいなというふうに心から思います。ぜひぜひぜひ、楽しみ、すごい楽しみ、はい。じゃあ最後にもう一曲ザ・ペンデュラムからお送りしてお別れしようと思いますけれども、うん、プレイグラウンドという曲を選ばせてもらいました、うん、でもなんかさっき言ってたみたいな、そのステージの風景もなんか見えたりも、うん、ライブハウスにも思えるし、ね、ライブハウスにも思える、うんうん、本当にそういう曲だなと思いました、うんうんうん、じゃあプレイグラウンドを聴いて今日はお別れです。じゃあライブ楽しみにしてます。ぜひ来てください、はい、楽しみにしてます、はい、ということで今日この時間のゲストは古谷健二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。